各陣営の皆さんにお伺いしたいのが、他の陣営の、これから党権、代表になってこれからこれをやりますっていうので、いいと思う点と対立している受け入れられないという点、それぞれ教えてください。他の陣営についていいと思うところ、そして対立しているところなどあれば教えてくださいということです。1番目の方からお願いします。はい、ありがとうございます。実質昨日から始まった代表選なので、まだまだこの先出てくると思うので、今現時点っていうことで言うと、何でしょうね、山本代表に、現代表について言えば、これから継続っておっしゃってます。継続した場合、今抱えている代表のその党務であるとか、もうあらゆることがこの方にかかっているあたりは、どんなふうに、さばいていくのか、そのビジョンを合わせてお聞きしたいということが一つ。あと古谷さんには、そうですね、右翼と左翼がぐるっと回って一緒だっていうのは私もその通りだと思うんですけれども、国家感みたいなところをもう少し、聞きたいなって思います。まだあるんやったら、やっぱりね、政策を1ミリも譲らずに山本太郎のに放とうと思ったらですね、政策の番人がいて、それは私だと、櫛渕さんだと思っています。はい、はい、あ、僕でいいんですね。2番ですね。はい、他陣営のいいところ悪いところ、私の方で、まあ、悪いところというのを強いて指摘できる立場にはないというのは基本ですね。基本的理念を共有していていれば議論で解決できますし、すべてが同じ思想考え方って人いませんから。同じ党でも自民党の中に発行指南があったのと同じですよっていうことです。で、いいところ一つだけ、一点、昨日おしゃべり会でこういう質問がありました。飛行機って右翼と左翼がなければ飛ばないでしょ。なるほどなと思いましたね。それで言うと、右翼と左翼いますよね、今、右翼左翼。でも飛行機ってエンジンなきゃ飛ばないでしょ。エンジンが山本さん。でも、飛行機って右翼と左翼とエンジンがあるだけじゃ飛ばないんです。垂直尾翼がないと。垂直尾翼が櫛渕さん、大石さん。私が機長です。以上です。またうまいこと言いよるな、ほんまに。はい、お願いします。はい、管制塔が私でございます。はい、着陸させませんよ、ちゃんと要件整えないと。ありがとうございます。というわけなんですけど、悪いところっていうほどのことではないと思います。やはり一点だけあるとするならば、悪いところっていうわけじゃないです。やはりこの穏健保守としての古谷さんのこのバランス感覚っていうのは非常に重要だと思うんですけど、今この局面ではこの与党側に対しての様々な物言いも必要なんですけど、やっぱり野党側もしっかりさせなきゃダメなんですよ。そのためには本気でぶん殴りに行かなきゃいけないっていうのが私の考え方です。で、ごめんなさいね、こんな不穏な空気にしちゃって。で、一ついいところがあるという、一つではないんですけど、その中でもいい部分は、やはりボランティアセンターっていうものを立ち上げると言っている、櫛渕大石陣営。実務能力も高いですし、実際にこれまでやろうとしてたことはあるけれども、やれなかったってことがあるから、ここをしっかり、形にしていくためには、非常に重要な提案であり、そして、それを実現できる人たちなんだろうなという思いはあります。